永久日じゃないですよ。じゃないです。大丈夫です。今日は招き猫の どうも、私が2代目で初代が招き猫に惹かれまして、で収集を始めまして、やっぱ招き猫は縁起物の神様ですの でそれに特化した美術館ということで、すごいですね。英語でラッキーキャッツ29年ね、29年、ラップを、開館して29年、すごい。もう入るのなんかすごい初めて、ご利益のね、あれは。こんな感じです。ちょっとなんか謎に包まれた感じもね、あったりするんですけど、すごいっす。新聞をこんな感じに映して2013年こんな映像の仕方させたんですよ。時間は体験コーナーだけど、展示室だけ上がってない。特別展示室、これ上に行けるってことですか？そうですね、行ってみましょうか。はい、行きましょう。じゃあ乗りますか。この横が物販っていうか、そのあれですよね。なんか結構なんかガラスっていうか、なんか鏡とかあったりするんで、間違えて突っ込みそうだね。ね、ちょっと迷路みたいな。この上に。なんて読むんですかね。服っていうのも。服でしょうね、キャプテン服。特別展示室。大胆な。なんかこのポーズをしたらいいことがあるみたいですよ。大丈夫ですよあ、じゃあ僕もやりましょうか。ちょっと今オンにしてますので、ポーズを写真を撮るといいことが起きる。パワースポットだそうですよ。みんな撫でたりしてんのかな。なんか結構ツルツルな部分、ツルツルっていうか、なんか撫でたような。すごいですね、これ。 OK、 まあ、ね、ひねこ結構このシーンがテレビとかで、ですよね、多分ね。こう見ると、まあいろんな招き猫があるんだね。やめておきますか。ちょっと5円しかない。50円だと3枚やります。あ、でも50円、100円もありますね。何
50円あげます。あ、マハさんどう投げたんですか、普通になんか置く方がいいんじゃないですか。アニメチックな、招き猫から本当にあのリアルな招き猫までいっぱいあります。で、そっからのなんか動きましたよね。ベッカムどうぞって言ってたんで、あ、人がいるのかな。あー、なるほど、別館。体験する人が来る感じですね。別館もどうぞって言ってたんで。あ、これが人が作った。あ、なるほど。コンテスト。本当にもう作業する場所みたいな。なんかすごいリアルなその招き猫からなんかちょっとアニメチックなその招き猫とかいろんな数の招き猫が全部違う地域から、いろんな地域から。そうですね、あの北はあの青森から南は鹿児島ぐらいまでのこの間の、まあ、郷土招き猫を大体展示していまして、まあ、その地方地方であの色使いであるとか、それから材質であるとか、もう様々ですのでね、お楽しみいただけると思います。大体はちょっとすごい数ですけど、どれぐらいのその招き猫の数が。大体ね、800体ぐらい。800体、本館と別館と合わせて大体そのぐらいになります。で、先ほど29年あの、はい、開館して29年ですね、はい、その間に一つなんか増えていくみたいな、まあ、徐々に増えてはきましたけれどもね。うん、じゃあまあちょっと話はあれですけど、うん、一番古い招き猫ってどれぐらい前の、そう、それでも昭和の初期ぐらいですのでね、招き猫の分、あの歴史って結構古かったりするんですか。江戸時代の末期ぐらいからね、あの庶民の間で、だいぶ浸透してきまして、縁起がいいものみたいな感じですね。そうですよね。